はようございます。能登半島の道の駅の心垣の里っていうところに来て、朝起きてお風呂と温水プールみたいなのがあるので、お風呂入って、ちょっとまあ観光しつつ、雨なので帰宅の方向、そろそろ出発しますが、ちょっと豪雨の予報なので帰りながらものすごい降られそうな予感です。まあ、安全に帰っていきたいと思います。生まれ北陸育ちって書いてあるね。子供の教え、ブラックキング、それか350、4分の1でトマトでか、素揚げでか、you
ネギまであった。水飲む。嫁、うん、は豆腐は食べたいようですって書いてあるよ。なんかうむかっちゃん550ml の水に、うん、で作れって書いてあるけど、なんかすごい味が薄くなるの、550とかなんて普通に考えた方がいいが、うん、よし。もっと猿すぎる。もっと猿すぎる。あなたゆっくり食べたら。おはようございます。滋賀県の道の駅で起きました。裏を散歩してるんですけど、なんか結構川が綺麗ですね。川魚が見えたり、用水路のもので、今日も最終日なので、自宅に帰る。途中とか、神戸あたりで、ちょっと寄り道するかもしれないですけど、ほとんどもう帰るだけです。気をつけて帰ります。今回、全9日間の夏の車中泊旅でした。2日間で1300キロ以上爆走したものの、北海道の滞在期間は短くなり、台風は2つも来て雨が多かったですが、
結果的に今まで行ったことのなかったところへも行くことができ、楽しく旅の時間を過ごすことができたと思います。次は冬の旅ですが、これも動画にするつもりなので、その前に車両紹介なんかを入れるかもしれないですが、またお時間があれば覗いてみてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。3283キロ。